今回は今よりも確実に痩せやすくなるリバースプランクのフォームをしっかり意識してもらって30秒一緒にやってみましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回痩せるためにとっておきなリバースプランクを紹介していきます。このリバースプランクなんですが、実はフォームがめちゃくちゃ難しいんです。ですが動画を見ながら意識することでこのように改善していくと、たった30秒で痩せる体質、反り腰の改善、姿勢の改善、代謝アップというのが見込めてきます。何も意識をせずにやってしまうとどうしてもこうなってしまいます。一個一個意識を増やしてこのようにやっていくと、確実にたった30秒で筋肉に効かすことができます。そして体の背面を鍛えることによって褐色脂肪細胞が活性化されて、今よりも痩せる体質、姿勢が良くなって体幹が身につきますから、代謝アップができます。めちゃくちゃおすすめなポーズなんです。ぜひ一緒に30秒だけでいいです。頑張ってみましょう。それでは一個ずつフォームを紹介します。はい、まずはスマートフォン横に置いて見ながら一個ずつやってください。まずは手を後ろにつきます。指先は足元の方に向けてください。これで体をまず普通に持ち上げるんですが、このままだと腰から下が下に降りてしまいます。なのでまずはつま先を倒す、腰から下をしっかり上げる、とにかく上げる。そしたら胸を張って首は後ろ、頭は後ろに向けます。そして肩から下はしっかり床を押す感じです。つま先を下げて腰から下はしっかり上げて、胸を張って肩から下は下、そして肩甲骨は少し寄せます。クッとで上を向く。これを30秒キープです。手首が少し痛いよって方はちょっと外向けてもいいです。で、今ので少し腰が痛かったよって方はですね、20秒間ほどうつ伏せでまず上体反らしましょう。手を脇の下ついて体を伸ばします。これまず20秒ちょっと伸ばしておきましょう。スタート。これもしっかり肩から下は下、体は上、腰から下は下、これでしっかり伸びます。ぐーっと伸ばしてください。足は軽く開いて、よし、OK。 はい、今度リバースプランクやっていきましょう。今のフォームを意識してスタートと言ったら始まります。スマホ見ながら難しいと思うので横に置いてもらって声だけ聞いてください。まずフォームの意識です。体をまず持ち上げます。つま先を下ろします。腰から下はしっかり高く上げて胸を張る。頭は上を向いて、肩から下は下に力を入れます。それでは30秒いきましょう。スタート。しっかり上げて、とにかくつま先を下げる、腰から下は上、胸を張る、肩甲骨寄せる、上をしっかり抜く、キープ、頑張って、腰から下が下がらないように、とにかく持ち上げて、うわー体が熱い、あと少しですよ、頑張って、しっかり上げて、 OK。 かー、あー、あちこち痛い。いやー、お疲れ様でした。今のたった30秒のリバースプランクでしたけども、これをしっかり朝晩やってみてください。すごく姿勢も良くなるし、確実に体がポカポカして代謝が上がった感じすると思います。体温1度上昇するだけで実は代謝って 30% ぐらい上がるんです。なのでお風呂に使ったりするのも効果的なんですが、こうやった体の、ね、筋肉を使って体温を上げるってことがすごく代謝を上げることに大切です。体が冷えやすい人とかね、あんまり食べてないのに痩せないっていう人は代謝が下がってる証拠なので、こういったね、全身使って弱い筋肉しっかり鍛えられるたった30秒のリバースプランク、ぜひ活用してください。フォーム変えただけでなんかすごい変わったよ、効いた感じしたよって方はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、インスタグラムは毎日配信してます。よかったらそっちの方も説明欄から見てもらってフォローしておいてください。動画のシェアなどご協力よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。